アッソチアツヨーネカルチョノアシエーナ1904はイタリアシエーナを本拠地とするサッカークラブチーム。破産したローブルシエーナからチームの歴史を引き継ぎ2020年に再設立された。アッソチアツヨーネカルチョシエーナが前身となっている。長らくセリエ C に所属していたが2000から01シーズンにセリエ B に昇格。2003から04シーズンには セリエ A に昇格した。2009から10シーズンは19位に終わり、セリエ B に降格したものの、同じくセリエ B に降格した、アタランタ BC と同じくシーズン通じて、上位争いを演じ、わずか1年で、セリエ A 復帰に成功。しかし2012から13シーズンは、ヤオ長問題で、勝ち点がマイナス8からのスタートとなってしまったことが、大きく響いて、 セリエ B への降格が決まった。2013から14シーズン終了後、破産した後に再設立された、ローブルシエーナソチエタスポルティーバディレッタンティスティカへ、チームの歴史を引き継ぎ、2014から15シーズンから、セリエ D に登録した。再建1シーズン目にして、セリエ D ジローネイで1位を獲得し、レガプロへの昇格を決めた。2019から20シーズン終了後、 アルメニアプレミアリーグのクラブである FC のアを保有しているアルメニアのオーナーグループがクラブを買収してアクンシエーナ1904へチームの歴史を引き継いだ。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。4ミケーレミナーニモンテパスキアレーナ。ありがとうございます。